はい、今回はブレイドストーム100年戦争&ナイトメアが届いたので早速開封したいと思います。フランス王国の王位継承をめぐり、フランス王国とイングランド王国が100年以上にわたって繰り広げた壮絶な戦い、100年戦争&ナイトメアは、かつて実際に行われたこの戦争を題材に展開する舞台アクションゲームだ。本作は2007年に発売されたブレイドストーム100年戦争のリメイク作品ではあるものの、最新技術によってビジュアル面が大幅に向上、さらに新たな物語であるナイトメア編などの多数の新要素も追加され、新作というにふさわしい充実の内容となっている。プレイヤーは英仏100年戦争の時代を生きる一人の傭兵となり、数十人規模の兵士からなる部隊を操作しながら自軍を勝利へと導いていく。簡単に説明すると、いわゆるじゃんけんゲーなんですよ。部隊によって相性があって、例えば歩兵は弓兵に強くて、弓兵は騎馬隊に強くて、騎馬隊は歩兵に強いっていう風になってます。でも、この他にもたくさんの種類があって、状況に応じて使い分けるわけです。リメイクされて新しい要素は軍団化です。軍団化は反則技みたいな強さで、じゃんけんで例えると相手は1種類しか出せないけど、こっちはグーチョキパー全部一度に出せるみたいな。そして負ける要素はレベルの差だけで、あとはもうほとんど絶対勝ちますね。爽快感は抜群で、大軍と大軍がぶつかる迫力はすごいですね。で、これが中身になっていて、これは説明しようかな。ちょっと中身を見てみましょうかね。そうですね。説明書っていうか、なんかネットワークのなんかやつみたいですね。で、こちらはダウンロードコンテンツですね。その服装なんかが入ってるみたいです。はい、ってことで、ブレイドストーム100年戦争&ナイトメアの開封でした。それでは、さよなら。